ご覧いただいているのは名古屋駅から北に400メートルほどの JR 東海道線です。上空からの映像では線路脇の乗り面がご覧のように崩れている様子が見えますね。そして少し暗くなってきましたが、作業員が復旧に当たっている様子も見れます。 JR 東海によりますと、停車している列車には乗客が乗ったままということです。今後避難誘導を行う予定ですが、実施のめどは立っていないということです。午後4時過ぎから運転見合わせとなっています。乗客などに怪我人の情報は入ってきていません。現場の近くでは当時名鉄の設備の工事が行われていたということで、名鉄が乗り面の崩落と工事の因果関係を現在調査しているということです。乗り面が大きく崩れているのが分かります。 JR 東海道線は名古屋駅と岐阜駅の間の上下線で現在も運転を見合わせていて、再開には時間がかかる見込みです。